明日の北日本は雨やそして曇りとなりそうです。山口さん、はい、今日は晴れているところ多いですけれども、明日は天気崩れる地域あるんですか？そうなんですよ。北日本は日本海側で雨、雪の降るところが出始めます。と言いますのは、これ明日朝9時の予想図なんですけれども、ここに低気圧があります。でこの天気図上では、まあ、表現されていないんですけれども、この辺りに、ね、前線が1本隠れておりまして、これが、ね、だんだんと東に進んでいくというのが明日の流れとなりそうでして、はい、だんだんとですね、雨の範囲、そして北海道ですと雪のエリアも拡大をするという動きになりそうです。なるほど。具体的にはどこで気をつけたらいいですかね？はい、では天気の移り変わりをご覧いただきましょうか。はい、午前中はですね、まあ、概ね、まあ、曇り空といった状況なんですけれども、まあ、北陸エリアでは一部雨が降り出しそうです。そして範囲が広がってくるのは明日の午後ですね。その前線が接近してくることで日本海側中心に天気が崩れていきます。特に夜になってきますと、前線が通過した後寒気が流れ込むことによって、北海道では雪のエリアが少しずつ拡大をしていきそうです。一方、太平洋側に関しては、前線弱まりながら送信していきますので、まあ、大きな崩れはなく、まあ、一部でのにわか雨ぐらいということになりそうですね。日本海側では路面状況の悪化など気をつけた方が良さそうです、ね、そうなんですよ。内陸部はね、まだアメダスの積雪深でも30センチ40センチ積もっているところがありまして、まあ、路面状況の悪化ですとか、あと屋根に雪がある場合は落雪も注意ですね。わかりました。最新のお天気はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ぜひご活用ください。Thank you.